療育手帳。療育手帳とは、知的障害者に、都道府県知事、政令指定都市にあっては、その名が、鳥取県鳥取市、岩見町、若狭町、地図町、八頭町にあっては、鳥取市長が発行する障害者種である。この手帳の目的は、知的障害児、者に対して、一貫した指導、相談等が行われ、各種の援助措置、口実を受けやすくすることである。 身体障害者手帳については、身体障害者福祉法に、精神障害者保険福祉手帳については、精神保険及び精神障害者福祉に関する法律に、それぞれ手帳発行の条文があり法的裏付けがあるが、療育手帳に関しては、知的障害者福祉法に、その記述はなく、1973年9月27日に、当時の厚生省が出した通知、 療育手帳制度について、厚生省発事、第156号厚生事務時間通知。後、1991年9月24日の厚生省発事、第133号厚生事務時間通知として、知的障害者に対する旅客運賃の割引制度の適用の関係で一部が改正されている、同日の後発第725号、療育手帳制度の実施についてに基づき、 各都道府県知事、政令指定都市の長が知的障害と判定したものに発行している。このため、障害の程度の区分は各自治体により異なる。18歳未満は児童相談所、18歳以上は知的障害者厚生相談所が判定を行う。なお、1999年の地方自治法の改正、施行は2000年4月1日により、 期間委任事務が廃止され、通知、通達により国が地方自治体の事務に関与することはできなくなった。このため、改正の施行日以降、蒸気通知は法的効力を失っており、領域手帳制度は各自治体独自の施策となっている。1991年に関係諸団体の運動により、JR 運賃等の割引制度が設けられた。割引を受けようとする者は、 あらかじめ住民票登録をしている自治体の福祉課等でその旨を証明する印象等を所持する領域手帳に応印してもらう必要がある。手帳のコピーによる代用はできない。問題点として都道府県や政令指定都市によって障害定読分に違いがある障害認定にあたって家族という言葉が目立ち、障害当事者が 表面に出てこないなどが挙げられている。一種に関しては、知能指数は、おおむね34以下で、二種に関しては、平均的知能指数を達している場合もある。知的障害に該当されるものなら、交付対象となる。軽度の知的障害者でも、精神障害者保険福祉手帳の取得は可能であるが、精神保険福祉法の登録はなく、 発達障害者支援センターなどを利用することはできない。従来同一的障害者福祉法の登録になる。ただし、各自治体により対象者、サービス内容は異なる場合があるため、居住地域の福祉担当窓口に問い合わせが必要。知能測定値、基本的生活習慣、問題行動など、障害の程度を総合的に判断して判定される。 階級分けの方法については、A、最重度、A、重度、B、中度 B、軽度の4階級、広島県、重度、A 重度以外、中軽度、B に分けられたり、青森県、1度から4度、東京都など、地域により異なる。法で定められた制度ではなく、都道府県、政令指定都市の独自の発行である。下記のように、療育手帳以外の名称を使う。 地方公共団体がある。発達障害者は、都道府県、または、政令指定都市によっては、手帳の取得ができる場合がある。発達障害者が療育手帳による支援を希望しても、知能指数の上限値よりも高い場合は、交付を受けられない場が生じている上に、同じような知的障害を持つ発達障害者が、住んでいる地域によって取得できる場合とできない場合があるといった事態が生じている。 総務省行政評価局が14道府県をびに、政令指定都市の状況を調査したところ、知能指数の上限値がおおむね IQ75 と設定しているところとおおむね IQ70 と設定しているところに分かれた。設定している知能指数の上限値を上回った場合でも、社会的応能力、専門医の診断結果などを総合的に判定し、交付する場合があるとするものもあるなど、 その取り組みはまちまちであった。このことを踏まえ、総務省行政評価局が、厚生労働省に対し、療育手帳を交付する、都道府県等の取り組みがまちまちとなっていることについて、改善を図るべきである、通知をした。なお、精神障害者保健福祉手帳の交付基準に、該当する場合は、同手帳の取得ができる。療育手帳は障害のある人向けの本人。 確認証明書だが、多くの偽物が出回っているので、私的な場で違法に偽装して、サービスを悪用される問題が多発している。療育手帳は写真付きの資格証明書だが、運転免許証やパスポートなど他の写真付きのものに比べて偽造できる証明書となっているため、本人確認のために要求される書類として認められない場合がある。 役所側も判別のためにシールなど対策を試みているが義務化できていないのを疲れて結局悪用に歯止めがかかっていない。対策として障害のある人になりすます行為には長期の懲役確定など刑罰の厳罰化が求められている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。